皆さん、こんにちは。オーストラリアゴールドコーストからソーシャルメディア世界どこでも TV の真っ赤井清美です。私は毎日日本時間の21時からライブ配信でインターネットの、テレビ番組を配信しています。8月15日土曜日はスピリチュアル特集ということで、いつものレギュラー時間帯の21時と、それから番組時間帯を拡大いたしまして、日本時間の18時から2本の特別対談をお送りしていきたいと思っています。それでは明日のですね、ゲストをご紹介させていただきます。はい、明日はこちらのお二方にお越しいただきます。スピリチュアル対談特別番組と題しまして、まず18時からはブリスベンに在住の霊気ヒーラー山口のり子さんをお迎えします。霊気というのは、手をかざすことによって相手の方を癒してあげる、そういった、癒しのヒーリング法なんですけども、必ずしも目の前にいる方だけではなくて、遠隔でその方に、この癒しのエネルギーを送ることもできるということなんですね。明日はこの霊気についての詳しいお話を伺いながら、インターネットを通じて世界中にこの癒しの霊気のエネルギーを送ってみたいなというふうに思っています。そして21時からレギュラー時間帯からは、ゴールドコーストの地元にお住まいで大変著名な方でいらっしゃいます、サイキックミディアム、日本語で、訳しますと、霊能師さん、霊媒師さんといった、お仕事になるかと思いますけれども、ピーター・ウィリアムさんをスタジオの方にお招きしてまいります。ピーターさんは亡くなった方のメッセージを現世で生きているご家族や演者の方に伝えることができるね、霊界とそして現世の中間にいて、その両方のコミュニケーションを結ぶことができるという特別な能力を持った方なんです。明日はピーターさんに実際にスタジオの方にお越しいただきまして、なぜ彼がこうしたですね、特別なスキルを身につけることができたのか、そして今現在どんなお仕事をしてどんなことを皆さんにお伝えしているのか、そしてさらに日本の福島県に長く在住をされていて、日本に対して非常に深いご縁のある方です。そのあたりのお話などをじっくりと伺ってまいりたいと思います。はい。ソーシャルメディア TV はいつもの21時の時間帯プラス、明日は特別スピーチュアル番組ということで、16時からと21時の2本立てでお送りしていきます。明日は、このソーシャルメディア TV のスタジオに、地元にお住まいのとっても素敵な方を視聴者のゲストの皆さんとしてもお招きしています。この2つの対談の間には、いつもね、美味しいお食事を皆さんで持ち合って番組企画会議というのもやっているんですね。ですので、明日は企画会議の模様もゲリラ配信で、ね、予告なしでいきなりお届けできるかもしれません。はい、番組ですけれども、世界中どこからでも皆さんのパソコンやスマホ、タブレットでご覧いただくことができます。視聴していただくことができるだけではなくて、皆さんの、お持ちの、デバイスからですね、Twitter、Facebook、Mixi、Ustream などの ID を使ってコメントをライブで書いていただくこともできるんですね。この私のソーシャルメディア TV では皆さんから逐一いただいた、ライブコメントを番組の中でもご紹介していきます。明日は、霊気ヒーラーの山口のり子さん、そして、霊媒師のピーター・ウリアムさんにライブでご質問をしていただくこともできますので、ぜひ皆さん明日は、ソーシャルメディア TV 18時と21時、ぜひお待ちしておりますね。それでは今日はね、まもなく8月14日の23時55分に新月が獅子座で生まれています。この2日間はですね、この新月に願い事を伝えるというとても大切な私の毎月の行事、習慣になっていますけども、ぜひ皆さんも、この新月の、ね、日にはですね、皆さんの心が本当はどんなことを叶えたいのか、どんなところを手に入れていきたいのかっていうところに、ゆっくりとフォーカスしてみるといいと思いますよ。はい、それでは明日またソーシャルメディア TV でお目にかかりましょう。それではおやすみなさい。